見てくれてありがとうございます。探検発見ホット犬のうちです。楽しい取り見されていますか？今日は前回の続きですね。冷やし針馬の第2弾です。今回は加古川市の布池と、それから稲美町のですね、加古大池の単調記録をご紹介します。中旬のことですね、2月。加古川市の布池周辺をまず散策しました。畑の横の、あぜ道ですね、ホウジロが止まっていましたね。もうホウジロがですね、至る所にいましたね。ムクドリもいましたがね、これに1羽、そしてあぜ道の上に1羽というふうにいますね。そしてね、布池初めて来たんですけどね、その周辺の池にもなんか珍しい鳥がいるということで、その布池の周りを歩いてみました。するとですね、布池以外は水がないんですね。抜けてるんです。亀がですね、冬ごもりからなんか出てきて歩いてましたね。水がないんでちょっと目が覚めてしまったという感じですかね。水がほとんどないですよね。布池だけは水がたくさんありましたね。布池と呼んで不池じゃないでしょうね。私もよそもんなんで、言い方布池でいいんだろうと思いますけれども、見ますとですね、イカルチドリがいましたね。ここですね、鳥吉という、もう播磨中心にブログを書かれている方をおられましてね、ご夫婦で探調されてるんですが、でここで聖鷹茂を見たというふうに発信されてましたんでね、期待してきたんですが、パッと見てイソシギとか、そしてセグロセキレイとかは見えるんですけどね、先ほどイカルチドリも見ましたが、セイタカシギは移動したように思いますね。たった1日ですのでね、分かりませんけどね、小さいのはたくさんいましたね。奇跡例ですね。イカルチドリや奇跡、そしてからですね、水の中にはこういうオナガガムの群れがいましたね。こう逆立ちして水底にあるものを食べるんでしょうね。初めて来る池はですね、なんか気持ちいいですね。もうちょっとずつ表情が違うんですね。膨大な池がこの播磨にはありますけれども、一つ一つ表情が違ってワクワクしますね。子ガモの群れもいました。きっとこれ浅い場所多いんでね、見ての通り大サギが水の中にいますが、タゲリがいましたね。久しぶりです。タゲリも見ました。そして向こうを見てください。河野というの映像塔が作られていましたね。ということはですね、ここ河野鳥も長い間来ていたんでしょうね。今私は見れなかったんですけども、なのでここで映像してほしいという市民の願いで作られたんだと思います。ちょっと私は見れなくて残念でしたがね、たげりをですね、久しぶりに見ただけで満足ですけどね。このたげりって
美しいですね。派手なんだけれど色合いはすごく地味でしてね、で金属光沢で翼がなんか場所場所で青く見えたり緑に見えたり暗い灰色に見えたりするんですね。そして頭の後ろは黄色っぽくてですね、茶色っぽくて、で頭に黒いとんがりがついてですね、大鷺もいましたね。大鷺の横で左の横でちょこちょこしてるのはつぐみですね。セイタカシギがいたんだと思いますが私は見ることはできませんでしたね。そして過去大池に行きました。これ稲美町というのは野池が多いんですね。その中心ですね。ここは鳥吉というブログ、ここではですね宗谷かタヒバリが書かれていたんですね。鳥吉というブログに広いのでね、どこにいるか分かりません。まあそういう時はですね全部回ることですね。回りました。いろんな場所ありましてね、こういう足原みたいなのも作られてるんですね。そしてこの足原はそんなに大きくなくてですね、その向けに小さい池も作ったりとかですね、いろんな多様な環境を作られていますね。この子ガモの群れも子ガモの群れのいるこの辺りもバードウォッチングできる観察所みたいな観測所みたいなところもこの辺りにありましたね。だからその鳥がいっぱい来るような環境を作ってその観測所から見えるようにしてるわけですね。
群れを観察するとですね、見れるんじゃないかなと、もう確信しましたね。見れるかどうかわからないけど、その方向でやっていこうと思います。これタヒバイに似てます、ビンズイです。これビンズイは他の場所で撮ったんですかね、私の地元西宮かぶと山ですね、あたりで。こう見てください、目の後ろに白い斑があるんですね、模様が。これがビンズイなんです。ビンズイとそっくりなんだけど、まあ色合いがちょっと違う。これがタヒバイなんですが、その目のすぐ後ろ白くなって、目の上は白くなってますけど、なってないですね。だからこれがタヒバリなんですね、ビンズイじゃないんですね。で場所が全然違いますね、森林の木にビンズイはいましたが、こういう田んぼを開けたところはタヒバリですね。タヒバリがいっぱいいましたね、急に出てきましたね。一周して一番最後ですから、運がいいのか悪いのか。でも運が悪くてもね、私は確信してるんですよ、全部回れば出会うんですね。だから努力根性さえあれば鳥と出会えるんですね。いつもいつも一番最後に360度回転するときにですね、逆回りやったらすぐ発見できるんですけど、いつもこんな感じですね。もうタヒバリが群れがいましたから、あっちこっち見てます。向こうもタヒバリ、こっちもタヒバリいう感じでね、いましたね。このまあ言うたらその防波堤ですか、コンクリートの岩壁ですね、斜めの岩壁のところにいたんですよね。それすごい一層だけ赤いタヒバリ見たんです。で飛んでいったところ先をカメラを向けますといたんですね。これ胸赤タヒバリだと思います。胸だけじゃなくて頭からですね、顔から胸のあたりまでみんな赤いんですよ。はっきりとタヒバリとそのあたりが違いますね。ね、顔が赤いでしょ。でも胸だけじゃない、顔赤タヒバリという名前をつけた方がいいんじゃないかなと、そう思えるぐらいね、顔は少し赤いんですよ。どうも夏バネの方がもっと赤いみたいなんですけどね。これはタヒバリとは違いますね。これが胸赤タヒバリなんだと思います。よかった、発見できました。私はねこの周りに仲間がいるのかなと思いましたけどね、1羽でしか行動してないんですね。確かにタヒバリと一緒におるんだけど、ちょっと離れて1羽で行動してる、ね、顔は赤いですよね。これが胸赤タヒバリなんですね。よかったです、見てくれてありがとうございます。見ることができました、感激です。次回はですね、北ハリマへ行こうと思います。北ハリマというのは小野市とか、それから三木市、そのあたりですね。見てくれてありがとうございます、よろしくお願いします。